昨日6月30日をもって廃止された無料駐輪場は、立川駅北口三三ロードの都市軸駐輪スペースと、立川駅北口デッキ下自転車仮置き場。これまで立川市では日中の買い物などでの短時間の駐車需要に対して、道路上の一部を暫定的に駐輪場として運用してきましたが、大型商業施設の出店など、今後三三ロードを軸とする回遊性やにぎわいを推進するため、駐輪スペースを廃止することになりました。2つの駐輪場に代わる施設として、今日7月1日から新たに3つの有料駐輪場の運用が開始。これまで無料で利用されてきた多摩モノレール立川北駅下の駐輪場は整備が行われ、立川北駅下有料自転車駐車場に、また立川北駅前交差点西側には立川北駅西臨時有料自転車駐車場が、パークアベニュー横のスペースにはあけぼの口南臨時有料自転車駐車場が新設されました。なお今回の整備、新設された駐輪場ですが、短時間の利用であれば料金は無料となっています。